中学生の陸上ジュニアオリンピック県代表選考会。各種目の標準記録突破か、種目1位になるとジュニアオリンピックに出場できる可能性が広がります。男子砲丸投げでは全国大会でも上位入賞が期待される高理中3年大浦博文が標準記録を大きく超える14m95を投げ優勝しました。大会記録でもある17m41をもう更新して 18m また19m 20m も狙っていきたいなと思っています。男子 3000m では西諫早中3年の後田気づくが登場。7月に 800m の県中学記録を打ち立てた注目のランナーは後半のスパートで抜け出し9分2秒の好タイムで優勝。全国大会では優勝を狙います。9分を切って8分台で走れるように頑張りたいです。男子 B100m 決勝には吉居中2年の中川穂積が登場。先月の九州大会で大会新記録11秒13で優勝。すでに標準記録を突破しています。得意のスタートを決めた黒のユニフォーム中川、隣のレーンの選手と並んでほぼ同時にゴールしますが僅差で勝利。九州王者の勝負強さを見せました。オリンピックや世界大会などで戦える選手になりたいです。走り幅跳びではすでに標準記録を突破している長崎大附属中2年の武藤蓮奈、5メートル33を飛び優勝です。まだまだ上を行けたかなって思います。ジュニアオリンピックではその優勝を目指したいなと思ってます。男子 C では都立中1年の山口春也が1回目に飛んだ5メートル69で優勝。男子 B では同じく都立中3年の山口遠志が唯一の6メートル超えで優勝。実はこの2人、いとこという関係です。賞状を持って帰ってこれるように頑張ります。頑張るぞ。こちらが県勢で標準記録を突破した14名です。女子 100m の宮崎とわは九州大会優勝者、男子 100m の深山聡輝は10秒台の記録を持っていて上位進出の期待がかかります。種目1位の選手を含め長崎から延べ45人が出場するジュニアオリンピックは来月神奈川県等々力陸上競技場で開催されます。